哎，我自己回家也你妈要交钱，你以为呢？我操！对，你们先开播呀！我操，我你们啥也看不到。哦，原来你又开播了，而我又没有看到，是吗？啊嘞，我的 subscription 里面已经直接有正在开播的一文物了，真好。哇，把我的声音关掉。啊，没事，这样也可以就是了，我觉得。好怪啊！我为什么必须要在3秒之后听他妈自己讲话呀？我的这台电脑上没有装微信，手机上会很麻烦。怎么办呢？你好。没有效果。可以试试。
お前は現初世界の引く。な、俺の声が聞こえてるのか。嘘だろ。闇の戦士。俺の正しい名前はアルバート。かつてこのまま全て無にされるくらいなる。そして戻ったのは光の反乱がちょうどノルブラントを飲み込まんとした時だ。ミンフィリアと仲間たちの魂はそれを防ぐために力を使い、なあ今はいつだ。光の反乱からどれだ。100年。俺はもう何に触れることもできない。たださまようことしかできない。長い間歩き、それがさっき急に。お前はなぜ俺が見える。そもそもどうしてここにいるんだ。第一世界を救うためにお前が呼ばれたわけか。バカだな。少なくとも俺はもう。だがこれはお前の戦いをしばらく見物させてもらう。せいぜい気をつけろよ。この世界はもう英雄の居場所じゃないんだ。
部屋の具合は。それはその初めて聞く話だが、もし急速にし、さて、これが光の氾濫を逃れて残っ、この辺りが北には妖精郷をいるめぐ、東には、しかしまずはクリス、アルフィノがいるのは西の海に浮かぶコルシア島だ。ここには彼は世界を救う足、一方アリゼがいるのは南に広がるカ、ここは光の氾濫によってイス、アリゼは兄と異なり、アルフィノのいるコルシア島とアリゼのいるアムアレン、行きたい方がき、ああ、サンクレット、すぐに再会する。アムアレーン、その乾いた土地にあった国はナバスアレンといった。昔そこを旅した時に日に焼けた老人が教えてくれたことがある。彼らの言葉でアムは偉大な、アレーンは大地なのだという。光の氾濫があり、かの国も滅びた今、人はどんな思いでその名を呼ぶのだろうか。
エンゲンさん。はじめましてよ。捨てるものを拾う町、モルド。モルドスークはモルドの位置って意味でな。ここらの鉱山で取れる鉱石は持つ。アムアレーンに好んでくるやつ。みんながいるもの、どこにでも。だからこそ。だから、スークは。ケンゲンさん。ま、その信念。さて。ここでは、新顔が来た時にある儀式をして信頼関係を結ぶんだが。いいよ、発害してって。ということ。驚くなかれ。ふっ。ブートキンか。新顔さん、発害はぜひうちで。いや、うちがいいよ。スベスベの壺が、すごくスベスベの壺があるのね。よって見てって、買ってって。こら、こ旅するには元気がいるね。発害は、
待ちなさい。嘘、本物。罪食いとはいえ、これは雑魚だもの。倒せて当たり前だわ。あなたこそ、いつかは来るって思ってたけど、ずいぶん遅かったじゃない？久しぶり。元気だった？一度原初世界とつながったっていうアルフィノとウリエンジェにはこっちに来て、まだ会えていないサンクレットとヤシトラにも彼らや水晶校を経由して話が行っているはずよ。待たせているタタルたちのことを思うと方法が見つからないのもあるし、何よりウリエンジェの未来史を見過ごせないわ。ウリエンジェってさ、でも根はどうしようもなく優しいから、そんな彼がだから、ねっ、100年前、ここ第一世界では光の力、発生した超高濃度の光の波はノルブラント以外の場所、普通あらゆる生物は複数の属性からなけれど、あの消滅するか、一度そうなってしまったらもう戻れはしない。あるいはないどこね、力の強いものは襲っ、つまりあいつらの目的は食うことと増え、そしてここ旅立ちの宿は罪食いに襲われ、自身も
あそこを見て、向こうに白い地平が見えるでしょ。あれが光の氾濫に飲まれ、今なお強い光の力を帯びていて、さっき買ったネクタリンね、ハルリクの。あの積み食い化が進んでた子の好物なのよ。あの子も含め、でもその場では助かったというだけで、加えて環境もご覧の通り、普通の人なら体だからね。遅かれ、スリンたちもそれは分かってる。悔しいわよ、今でもずっとね。戦っても戦う、それでも向き合う。あのタイミングで呼んでくれた水晶校には散々物申してやったけど、誰のせいにしたところで、その分こ、それが今、そろそろ戻り、足りなかったら言ってね。今日は少し多めに作ってあるんだ。心なしかいつもより具沢山じゃない？正解。クリスタリウムからのお客さんなんて珍しいか。よし来た。次の分が煮えるまでちょっと待ってて。
ほら、ここは。もともとは私もね、積み食いになりかけてたお母さんを連れてここに来たの。助けられない、殺すしかないと分かっていながらどうしてもできない。ここにあるのは希望なんかじゃないわ、ほんの少しの猶予。それでも、お母さん。うん、そうだね。身勝手かもしれないけど。闇の戦士。あれ、知らない？私も由来とかは詳しくないんだけど、有名な伝承だよ。闇の戦士は死の使い、誰も逃れることはできない。人もって感じだったかな。まあ実際にはそんなの見たことがないから、おとぎ話みたい。そう、極まりないわね。そうかな。人でも罪食いでも命を返してくれるってところ、私は好きなんだけど。
よう。何か見つかった？人を襲いに来たのかもしれない。いたわ。あれって嘘でしょ。この世界にあなただって最後の時まで大切。そうでしょう、お母さん。Thank you.